今週はあの天然記念物オオサンショウウオを探します。その前にまず大事な報告がございます。本当にすみません、大変なことが起きてしまいました。なんと今週のオープニング部分の音声が取れていなかったのです。そのためお聞き苦しいかもしれませんが、前半は私ターがダイジェストで説明したいと思います。お願い、最後まで見ててください。まずオープニング、緑あふれる木の下でスタートです。次は何やるんですか？赤キートさんが用意していた企画は天然記念物オオサンショウウオを探す。オオサンショウウオが見れるんですか？オオサンショウウオはこんなに大きいんですよ。タカキートさん、私たちの期待を膨らませます。まずディレクターから衣装に着替えるように言われます。タカヤさん、衣装を受け取り着替えます。それは段ボールを材料に手作業で制作した素晴らしいオオサンショウウオ衣装でした。これで警戒されずにオオサンショウウオに近づくことができます。ちなみに衣装に書かれた半咲きとはオオサンショウウオの別名です。京極ちゃんの高屋いじりが 2,3 分あり、また高屋さんが文句を言いますが、京ちゃんが阻止。その後もダダをこねる高屋さんでしたが、京ちゃんの説得によりようやくおとなしくなりました。ここで高キートさんに助っ人を紹介していただきます。佐藤君代さんは農家民宿旅籠杉屋のおかみさんで森林セラピー協議会の代表です。佐藤さんは私たちに言いました。新町村はオオサンショウウオをはじめ本当に生き物の豊かな場所です。そして私たちはそんな自然に生かされてここに住んでいます。自然との共生を理解できなければ協力できません。遊び半分でやることだけはやめてください。高谷さんは誓いました。はい、絶対にこの新町村の自然を汚すような行為はしません。しかしこんなふざけた格好をしていても説得力がないので、私からもう一度、その自然を奪う行為は絶対にしてはいけません。私たちは佐藤さんとしっかり約束を交わし、オオサンショウウオを探します。まず探すのがこの凱旋桜通りにある水路。水路の至る所には鯉が飼われています。この鯉は昔、冬の貴重なタンパク源として食べられていたそうです。水路でオオサンショウウオを見た事例はあるようなのですが、もちろんそう簡単には見つかりません。水路の中をよく観察しながら川の方へ場所を移動していきます。この自然やばい。あ、やっと声が入ってきました。ふぅ、ここからは日本の音100選にも選ばれた新庄村の小川の音がお聞きできます。本当にご迷惑をおかけしました。オオサンショウがいたという目撃証言になりますから。そうなんですか、はい、探してみましょうか。佐藤さんもめっちゃ先に撮るんですけど、早い、ヘッドマーク軽い、さすがです。多分川の底の方に潜ってると思います。ここにいるんだったら、はい、じゃあ高谷くんにやっぱり潜ってもらわんと。そう、潜りましょう。潜ってみてください。潜りましょう。高谷さん潜りましょう。いや潜ろう。これ邪魔やし、それ取るけということで、女子3人はまず上から半咲きを探し、高谷さんはなぜか用意されていた長靴とゴーグルを着用します。すごい、ゴンちゃん冷たいよー。汗冷たい。だ、これちょっとほんま嫌やですけど。あ、冷たい。ほら早い、大丈夫。
るんや。これ見てる人今夏ですけど、今5月ですからね。やっぱりオオサンショウウオの気持ちになられました。ならへんわ。あいつと俺の皮膚が違うわ。え、あ、すごい。あれだね、あの、トンボの幼虫。ヒゲナガ、カワトビケラって言って、こういう石の裏に小石をくっつけて、自分のお城作ってその中で住んでて、で、要はあの、サナギになったら、ふわーっと上がってきて、これ最後羽の生えた虫になるんですよ。魚とかの餌なんですか。ちょっとあんちゃん任せたから読んでいいですか。うん、あんちゃん暇だと岡山来てね。よろしくっす。幼稚園の頃に戻った気分。ちょっと一個ほんまに。ごめんごめん。不満といて。楽しいよ。イエイイエイ。いや、これは楽しいね。お母さん、お母さん、疲れた。お前ら。どこ歩いとん、どこ歩いとん。え、こっちに洋館ショーあるんだな。嘘つけ、見てなかったやんけ。そっち見てなかったやんけ。ここやねん、おるの。あ、そうなんですか。見つけた。いやいやいや、あの、どう考えてもここ川歩くん嫌やからな。そんなことないよな。もう飽きた。いや、飽きてないが。な、自然が気持ちいいよ。ポケットに手突っ込んで。自然が気持ちいいね。もうちょっと頑張ろうよ。うん、分かってるよ。やろう。もう一回。はい。はい。お願いします。はい。じゃあ、はい。え、マジっすか。いるかもしれん。かもしれん。マジであのタカキートさんのさっきの何やったんやろ。タカヤさん見つかりました。タカヤさん、オッケー。お前ら何なんなんその座り方。腹立つわお前。いや、こっからな、みんな探しようやけどな。そうそう、見つからんのまだ。あ、うせや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 。え、待って待って待って、変な変な、ちゃちゃ、え、マジで見つかった。嘘嘘嘘嘘嘘嘘、マジでマジで、そっとそっと、どこです、半田圭そっくりな石。ちょ、もうめっちゃそっくり。タカキートさん、何なんすか。いや、ほんま、タカヤさん、何なんすか。いや、俺、俺、俺じゃないやろ。どう考えても、こっちやの悪いの。石とか言わんといてくれ。タカヤ見つけんから、仕方ないから。これもこれやと思ったの。パッと来た時、うわ、ほんまにおるって思った。全然。やっぱなかなか難しいんですね。だね。あ、70センチぐらいのやつだけん、足でずん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 、足でこうずんずん。70センチ。雷が鳴っても離さない。ほんまですか。体が半分になっても離さないから、はい、半酒って言われるのは、体が半分になっても生きててっていうこと。それだけすごい。口もこんなの。ガブッ。ギザギザになって。空を飛ぶよ。空飛ぶ。これ日本イモリ。腹が赤い。赤腹イモリ。お腹が赤くて、今投げた時にこう反ってたじゃないですか。あの反ってるのは、お腹、そう、あの、ここの色を見せて、うん、強いぞみたいな。あの、毒があるから、触んなよっていう感じで。毒あるんですか。毒、カエルもこれも毒あるんですけど、でもなんか死ぬほど毒じゃなくて。大体カラフルのやつ毒がある。そうです、そうです。なので、あの、手洗ってもらったら大丈夫なんですけど。でもこれ素手で触ったら火傷しちゃうので、火傷はお姉さん素手で触りそうな感じ。オオサンショウウオ捜索はここで一旦打ち切り。来週は心と体を癒す森林セラピー。大自然の中では人と人との距離が縮まります。来週もお楽しみに。